ノーマタルマッチは、サイレント映画時代に活躍したアメリカ合衆国の映画女優である。1894年5月2日、ニュージャージー州、ジャージーシティで生まれた。父親のフレッドは、無職で、アルコール依存症で家族を養うことはなく、しっかり者で、やり手の母親マーガレットが必死に働きかけを支えていた。両親が離婚した後、 ノーマは二人の妹、ナタリーとコンスタンスと共に母親に引き取られ、ブルックリンに移り、高校を卒業するまでその地で暮らした。1910年に、ノーマの家庭は経済的に苦しかったこともあり、母親の勧めで当時は舞台女優よりステータスははるかに低いがギャラは高い映画女優になり、ニューヨーク州フラットブッシュにあったバイターグラフスタジオで映画初出演を果たした。 バイタグラフには1915年まで在籍している。この間コンスタンスも映画デビューを果たした。1915年秋、初めてハリウッドを訪れ映画一作に主演した後トライアングルフィルムコーポレーションと契約する。契約が完了した16年にはニューヨークに戻った。16年10月20日、ニューヨークでプロデューサーのジョセフ・エムシェンクと結婚する。翌年、 ノーマタルマチフィルムを立ち上げ、夫妻でニューヨークを拠点に映画制作を始めた。1920年にファーストナショナルと提携する。クオンの美少の完成後、1922年には改めて拠点をハリウッドに移している。これ以降の数年間が彼女にとって人気の前世紀であった。27年にはユナイテッドアーティストに参加した。この頃から、 椿姫で共演したギルバート・ローランドと、真剣交際をはじめ、夫のシェンクと離婚を望んだが、彼はノーマは重要なビジネスパートナーだったため、離婚を拒んだ。1929年、初のトーキー映画、ニューヨークの囁ささきに主演したが、人気が伸び悩んで1930年のデュベリー、ウーマン・オブ・パッションを最後に映画出演が途絶えた。1934年、 7年間の別居生活の後にシェンクと離婚した。同年コメディ俳優のジョージ・ジェッセルと再婚し、夫歳でラジオ出演したのが彼女にとって最後の芸能活動となった。1939年、ジェッセルとも離婚している。1946年、イシカーベル・ジェームズと再再婚し、1957年12月24日、ラスベガスで亡くなった。 ありがとうございます。